常にやる気を持ち続けられる心の持ち方っていうことをテーマに今日お話ししていきたいと思います。はい、メンタルコーチをしていますドリームドアの池内でいます。常にやる気を持ち続けられる心の持ち方っていうことをテーマに今日お話ししていきたいと思います。みんな練習って毎日毎日あって、夜遅くまであって、もうきついよね、やりたくないよね、もうめちゃめちゃわかる、めちゃめちゃよくわかるんやけど、毎日俺も嫌やったもんな、やっぱり。で、昼ご飯、昼休みとかで昼ご飯食べ終わった後とかに、ああ今日も練習かって言って、もう毎日毎日ぐち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 文句言っては、練習をやりたくないやりたくないっていう日々を過ごしよった。で、よく先輩とかに言われたことあるかもしれんけど、引退した先輩とかがもうやたらと練習に来たがったりすることってあるでしょ。で、その人たちの気持ちもめちゃめちゃわかるよね。で、もうほんと人ってなんか自分勝手よなってその瞬間に思うんやけど、もう夏になったら冬がいいとか、冬になったら夏がいいとか、もうそうやって自分のその置かれた環境に文句しか言って生きていかんとよね。だからその指導者とかでもっと練習頑張れとか、今しか高校野球はできないんぞとかってずっと暑苦しく言われてきたと思うけど、これはもう仕方ない、これはもう愛情や。自分たちが今置かれた環境を、その少ない限られた環境の中でどうしてもお前たちに頑張ってほしいというその愛情表現が、そういう口の悪さやったり愛情表現の、まあ、やり方、その人のやり方なんやと思うから、それはしっかり受け止めてくれればと思います。で、まあそんな日々を過ごしとったかもしれんけど、このコロナで練習ができんくなった今の気持ちってみんなどんな感じですか？やっぱり練習したいとか野球がやりたいとか、今そのできない環境にフォーカスするから早くやりたいやりたいということで意識がそっちに向いとるかもしれん。だからその今のその感情をノートにめちゃめちゃ書い取ってほしい。このできない今のそのもどかしさ、その気持ちっていうのをいっぱい書い取って、で練習がいざできるようになった時に、やっぱり練習じゃなくて休みがいいわと思ったその時に読み返してほしい。そしたらそのやる気が沈んだ時に、その時の気持ちに戻ることによって、そうよなって、練習できることに感謝を持たんといかんよなって言って、もう一回練習を頑張り始める。それが人の心をコントロールする一つのやり方です。だ、今のうちにやりたいメニューとか、みんなが集まったらこんなことをやりたい、こういう遊びをやりたいとかでもいいし、何か書き出しておくこと、それがめちゃめちゃポイントになってくると思います。で、練習ができるようになったら感謝の心を持ってやるっていうところがポイントになってくるんやけど、まあ頭のいい子は多分これを聞いて分かったと思うけど、感謝の心っていうのがめちゃめちゃ大事です。で、練習ができている時って感謝の心って忘れていくよね、薄れていってしまう。もうそれも仕方ないって言ったらそれまでなんやけど、そこでもう一回感謝の気持ちを思い出させる。で、その小さい感謝でも書き出すっていうことがすっごく大事になってきます。これはメンタルをする中で、本番に弱いとかチャンスで打てないとか、そういうネガティブ思考を持っとる人は特に大事になってきます。この感謝の心っていうのはめちゃめちゃ大事です。で、その練習ができている時に、この環境が当たり前じゃない、これが分かってるチームが甲子園に行きます。で、さらにもっと言うと、練習ができている時っていうのは、練習前に全員でナンバーワン宣言をしたりします。
それはそのチームの代表でもいいし、選ばれし10人でもいいし全員でもいいけど、ナンバーワン宣言というものをしてほしいです。それは今日1日誰のために練習をするのかとか、何のために練習をするのかとか、どんな心で練習をするのか、何を頑張るのかっていうのを具体的に言える。まあ理想は書いた方がいいけど、言えることがとても大事になっていきます。その中でもどんな心でっていうのがもうめちゃくそ大事、もうめちゃくそ大事、もうほんともうめちゃめちゃ、もうめちゃめちゃ大事。つまり言いたいことは、やり方って言われる手段や方法なんてどうでもいいよね。どうでもよくて本当に大事なのはそのあり方なんよね。こんなグラフを準備してみました。目標達成の秘訣ということで、目標達成が10としたときに、夢があって、反対に問題解決っていうグラフ、この中で意思の力と手段方法っていうものが、夢の方に意思の力、そして問題解決の方に手段方法っていうのがあると思うけど、これを二分割したときに何対何の割合で、やると夢や目標って叶いやすいと思うかっていうのが一つ問題です。この意思の力と手段方法っていうものは何対何が黄金比だと思いますか？ちなみに意思の力っていうのは、どうしても叶えたい夢とか、クリアしたいゲームとか、受験のこととかで、手段や方法っていうのは計画、学び、技術とか、そういったものが入ってきます。まあ、答えは10対0で、意志の力がめちゃくそ強いです。で、意志の力が 100% の時って、絶対叶えてやるっていうその気持ちの時、そのワクワクしている時っていうのは、手段や方法は無限になります。で、逆に意志が少しでも下がると、やる気が下がっていくっていう仕組みになっています。で、手段や方法の意味がなくなるとどうなるかっていうと、言い訳が増えたりとか、愚痴が出たりとか、不平不満を言ったりとか言って、問題解決することさえもやらない、つまり問題が問題になっていく。で、こんな風にやりたいとか、こんな1年にしたいって言っとる時って、ワクワクしとるからこそ愚痴が出ない。で、愚痴が出ないとどうなるかっていうと、夢に一歩一歩近づいていっとるっていう、そういう状態になっていきます。夢が叶うコツ、夢や目標が達成するコツっていうのは、何が何でもやり続ける、やり遂げるっていうワクワクっていうのがめちゃめちゃ大切になっていきます。で、楽しんでやっている時っていうのに夢は叶いやすいです。で、楽しんでやっている時って、例えばで例えるって日本語がおかしいけど、まあ例えるとゲーム、子供たちがゲームをやりますっていう時に、もうずっとゲームをやり続ける子とかいるじゃないですか。で、それは例えば今で言うと荒野行動とか、もう夜中までずっとやり続けたりするけど、その集中力があれば誰でも変われます。で、荒野行動にしても、マリオのやつにしても、マリオとか、マリオのやつってなんかよくわからんけど、なんか洞窟くぐったりなんやったりすると思うけど、ててずーっと一定の音程なんよね。で、その一定の音程が何が言いたいかっていうと、なんもなくてジャンプピョーンって言ったりしゃがんだりして、そのままゴールやったら、マジクソ面白くないゲームでしょ。でも、あれがなんで面白いかって言ったら、敵が飛んできたり、なんかトゲトゲの甲羅持っとる亀みたいなのがおったり、そういう問題があるから、それを乗り越えて、難しいその課題を乗り越えるから達成感があるわけで、つまり何が言いたいかっていうと、苦難や困難があるから目標達成した時に達成感というものを得られるわけで、その苦難や困難がない平坦な道のりやったら、人生もめちゃめちゃ面白くないっていうことを伝えたいんです。で、荒野行動も、相手がボットだらけやったらクソみたいに面白くないと思うけど、相手が上手いやつを倒したりとか、何回もやられるうちに攻略法を覚えたりとか、立ち回りを覚えたりするから上手くなっていくわけで、なので本質は楽しむことなんです。
ここは楽しいイコール最強というふうに覚えてほしいんやけど、勉強を楽しむことができた時にあなたの心も最強になっていきます。以上です。では今日の雑学です。今日は久しぶりに心理学に基づいた恋愛の話をしてお別れしたいと思います。復縁を成功させる方法ということなんですけど、今例えば振られたりして独り身の人とか中にはおるかもしれん。その時に別れたカップルの復縁率っていうものを知っとったり、それで復縁することによってどういう復縁のやり方があるのかとか、そういったことを伝えていければなと思います。ちなみに別れたカップルの復縁率は 60% と言われとって、学生になればなるほどかなり率は上がっていきます。ただし復縁したカップルがその先長続きをする確率っていうのは 7% しかないっていうことが分かりました。でみんながやりがちな行動は、どうやって LINE 送ろうかなとか、どうやって距離を縮めようかなとか、何か喧嘩が原因で別れたんやったらどうやって謝って許してもらおうかなとか、そういうことを考えると思うんやけど、それは桃太郎が裸で仲間連れずに鬼ヶ島に行くぐらい無謀なことなんよね。つまり別れた原因を明確にすることの方が大事なんです。で別れてすぐは判断力や洞察力が鈍っている。でこのことを明確にしないで即復縁ということを意識して、仮に戻ったとしてもまた同じことを過ちを犯してしまって別れてしまう。だから復縁で、長続きする確率は 7% まで低下してしまうっていうことです。じゃあどうすればいいのってところ、大丈夫、みんなの味方なんで教えます。明確にするためにはまず自分自身を客観視する必要があります。その客観視するっていうと、自分一人ではまず無理なことなので、誰か友達に協力してもらってください。できれば異性の友達の方がいいです。そしてその友達にたくさん質問してもらってください。たくさん質問してもらってる中で、例えて言うなら別れる予兆はあったのかとか、どういう別れ方をしたのかとか、なぜ別れたのかっていう原因とか、そういったものを質問してもらいます。そして自分の言葉でそれを答えていってください。で相手の方に今度意見を聞きます。推測してもらうんです。それをセルフコンセプトリカバリーって言うんですけど、第三者の意見を聞くことによって自分とその第三者の意見で、意外と自分はこうやって別れたと思ってる、でも相手はいやこうなんじゃないって言って意見が食い違うことがあります。その食い違う原因は判断力が低下しているからです。でそこで原因が分かることによって、そこがダメやったんやって、あいつのこういうところが、あいつはこういうところが許せなかったんだっていうことが分かると、そこを修復して再度復縁します。そうすることによって長続きがするっていう流れです。ちなみにこれはノースウェスタン大学で研究がされて、このセッション、いわゆる第三者に自分の意見を聞いてもらって、自分の気持ちと相手のその第三者の意見を取り入れる、そのセッションを受けた人は9ヶ月後にはもう前向きになれとるという、もう最高のメンタルメソッドの一つになってくるので、もし失恋をしてしまって悩んどる人、速攻で LINE を送って復縁を迫るんじゃなくて、その原因を明確にする、そしてその明確にしたものを相手とシェアをして、どうやったらいいんやろうかっていうことを作戦を立てて、そして復縁をするようにしてください。くれぐれも裸で鬼ヶ島に行かないようにしてください。今日の動画は以上です。今日もドリームドアチャンネルをご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そして質問や疑問などあればコメント欄でお待ちしています。